まあ、とりあえず、まあ、改めてこのちょっと、この勝率、まあ、今日多分この、もう今日の配信中も全部、入れとこうかなと思うんですけど、まあ、一応ちょっと触れときます。ちょっと録画もしておきます。まあ、明日からの阪神戦、まあ、そのヤクルト側が、まあ、そのどういう結果だと、そのヤクルト阪神の勝率がどうなって、で、残り試合どうなるかっていう、まあ、これいろんなやつなんですけど、まあ、ヤクルトが、まあ、そうですね、まあ、なんかとにかくこれを見て、まあ、一つ思うのが、本当に一勝どころか、一回でも引き分ければ、まあ、ちゃんと、マジでかい。特に、まあ、どうしようかな。まずどこから触れた方がいいかな。まあ、そもそもまず2勝1敗したらなんかほぼほぼ決まり感あるんですよね。2勝1敗したら、その後ヤクルトが7勝7敗でいった場合、阪神は10勝1敗じゃないと勝率上回れないので、まあ、この辺はちょっとまたさ、引き分けとかもいろいろあるだろうから、あれですけど、まあ、とにかく、もうその、こっから引き分けがなかったとしたら、2勝1敗の場合、ヤクルト7勝7敗で阪神10勝1敗。1勝1敗でもほぼ、1勝1敗1分けの五分五分の五分だったとしても、まあなんか割といいんだよね。7勝7敗で阪神側は9勝2敗しなきゃいけないと。だいぶきついじゃん、これとにかく。特になんかこの、この表の中で一番のポイントっていうのは、まあ、1勝2敗と0勝1敗2分けがあんま変わんないとこなんですよね。まあ言っても2試合連続、じゃあその1カードで2回引き分けってなかなかないとは思うんですけど、1勝2敗でも0勝1敗2分けでもヤクルトが7勝7敗したら阪神は3勝8勝3敗しないといけないっていう、それ変わんないんですよね。つまり本当に1勝と1敗はほぼ同じぐらい、ほぼほぼ同じぐらいの価値があるっていう感じ。まあ、さらにはあと0勝2敗1分けと0勝1敗2分けでも、0勝2敗1分けの場合、ヤクルト7勝7敗でいったら阪神は7勝4敗しないと上回れないに対して、1個引き分けが増えると7勝7敗ヤクルトいった場合8勝3敗じゃないと無理っていう風に、ちょっと1個1回負けれなくなるっていう感じで、まああとは、あと1勝2敗、1勝2敗と1勝1敗1分けって、まあ、引き分けを1個引き分けに、1敗を1個引き分けにした形なんですけど、まあ、こうなった時も、ヤクルト5分の時に阪神が8勝3敗に対して1勝1敗1分けだと9勝2敗っていうふうに、また1回負けれる、その1回の勝ちが、阪神はヤクルトに対して1回の勝ちが引き分けになったとしたらもう負けれなくなるんですよ、その分1個。ちょっと説明がちょっと難しいんですけど、もうほぼ負けなんですよ阪神。だからとにかく引き分けもう最悪引き分けでも、まあてか、まあもちろん勝ち一番勝てるのがいい、一番いいんだけど、引き分けでもほぼ勝ちですよっていうのが、まあこれでわかるんじゃないかなというふうには思います。はい。まあ、なので、まあ、あとそう、最悪3連敗しても、ヤクルト7勝7敗で、阪神6勝5敗っていう感じで、まあ、そもそもここで3連敗、ヤクルト、したとしても、その後、7勝7敗で行くかねっていう感じじゃないですか。わかんないですけど。ヤクルトめっちゃ調子いいし、まあ、めっちゃ調子いいヤクルトが3連敗したらちょっとつまずくかもしれんけど。まあ、にしても、3連敗したとしても、5割8分4厘、まあ、勝率ほぼ、まあ、一緒になっちゃうんですけど、まあ、ちょっと引き分けが多い分、若干本当に若干まだギリギリ1位っていう。そう、なので、ドラフトも、もう僕らが、セリーグの1位っていうのは確定っぽいんですよね。3連敗したとしても、勝率同じに見えるんですけど、ね、5、8、4の後がヤクルトが1位で、阪神が0なんで、まあ、一応、まあ、ドラフトの順位は確定と。まあ、だからなんか割と戦略も立てやすいですよね。まあ、それはま、どの球、まあ、セリーグどの、その上位3球団どこの球団も言えると思うんだけど、それは。まあ、阪神も同じだと思うんだけど。まあ、この、なんかその、いろんな分岐を、その、まあ、球団、まあ、特にこれ考えるのは球団側だと思うんですけど、まあ、球団側がその1位になった時、2位になった時の分岐を考えずに済むっていうのも、まあ、ちょっと一つ大きいんじゃないかなというふうには思います。はい。まあ、こんな感じでしょうか。